どうも一平です。ここは僕がお金をなくした後2ヶ月ほど住んでいたフィリピンのマリバイという地区です。今子供たちこうやって増水した水で遊んでますが、実はこれものすごい汚いんですよ。毎年感染症になって病気になる子供たちがいるそうで、すごい体を張った芸をカメラの前でしてくれていますね。先ほど20分ほど雨が降りましたら、街は水浸しです。で、今回はこれ床下浸水だけで済んでいますけど、ひどい時は家の2階まで水が上がってきて、子どもたちも学校に行かないで屋根の上で一日じっとして過ごすなんていうこともよくあるそうです。で、それに対してフィリピン政府は何か対策を講じているのかとちょっと質問しましたら、なんと各家庭にロープを1本ずつ配ってあげただけという、もうものすごい国やなというふうに感じました。隣の家のお母さんは洪水の時に屋根の上で生まれたそうなので、なんか屋根上子みたいなすごい変な名前を付けられていました。まあ、ただこの水本当に汚いんで、日本人の皆さんはなるべく触らないようにしていた方が身のためやと思います。さすがに病気が怖いんで飛び込む気にはなりませんが、初めて雨がこちらで降りました。そろそろフィリピンは6月7月が雨季だそうです。で、毎回雨降るためにこういうことになるのかなと思うと大変ですね、この辺の皆さんは。